はい、というわけでね、売れたわけですよね。じゃあね、売れた画面をね、ちゃんと証拠として、そうですね、ちゃんと証拠はね、取っておかなければね。それでは三村召喚、はい、皆さん覚えてますかね。僕が出品したのホットサンドメーカーでございます。はい、こちら1210円でね、売りました。取引画面を見ていきましょう。はいね、お買い上げありがとうございます。代金1210円で、まあ、手数料121円、配送がね、やっぱりちょっとお金がね、かかってしまったんですよ。800円ですね。利益でいうと289円となっておりますね。ちょっとこれから考えたいと思いますね、いろいろ。赤字だ赤字だ。外野はね、ちょっとね、黙っててもらいましょうね。僕はこのような感じになりました。ショーン、はい、でね、僕の証拠を見せたいと思います。こちらです。ネスカフェね、ちゃんと売れてます。取引画面ね、見ていきましょう。このようにね、ちゃんとね、売れていますけれども、送料がなんとこちら1000円かかってしまいましたね。はい、まあね、やっぱり重さっていうのをね、ちゃんとね、見ないとね、こう売るっていう時も気をつけないといけないポイントだなっていうのが分かりました。こんな感じで純利益はね、314円となっております。はい、ということで私の番を紹介したいと思います。こちらです。スカート、もちろん売れております。1600円で売ったんですけど、送料がね、380円かかってしまったので、販売手数料が160円なので、まあ、実質ね、1060円の利益ということになってしまいました。これからまた1060円で買っていきたいと思います。はい、ということでね、はい、それぞれね、売れてますね。はい、しっかりとね、売れてましたね。まあみんなね、1000円以上で売れてるから、まあ一律1000円でね、いいんじゃないかなって。まあ僕もそう思います。ダメですよ。ダメですか。ダメですよ。いいじゃんね。なんだから目的言ってるんすか。いいと思うんですけどね。そしたら何でもやってます、そんなやったら。だって300円じゃない、いやいやいや、ダメですよ。300円で売らなかったね。ここのね、もう私たちプロのマーケティング会社ですよ。そんなねえ、その適当にやっちゃ、だから見てる人も示しつかないじゃないですかね。そうかな。そうですよ。お二人がこんなんだから、もう俺がね、二人のために準備してきましたから。もう、いきますよ。何ですか、はい、こちら。これですよ、見てください、この表さっき。もう利益、これですよ、これ。今僕目悪くなったんですか。レシックですね。もう500円で仕入れてるのに、なんかだん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 、もう逆マイナスになってますか、2万のところ。やばいっすね。やばいっすね。だって家電なんで。そう、送料が痛い、やっぱり。送料かかってるね。かかっちゃいますね。だから元のね、値段が高ければ、ほら送料でもさ、プラスマイナスゼロになるけど、やっぱり500円で買ったものを送料ね、かけちゃったら、ほら。まあ確かに、そうですね。せっかくのいい値段で売れたんだよな。売れたんですよね。ねえ。ということでね、まあ、今回からね、こうちゃんと見てる方にも分かるようにね、こう表を出してね、やっていきたいと思いますのでね。まあなかなかやっぱりね、うまくいかないもんですね。やっぱ大変なんですよね。私もね、まあまあまあ計算しないといけないんでね。そうですけども、うん、まあそんな感じでこれからはね、この表示された金額でこれからね、買い出しに向かいたいと思います。はい、はい、それではね、買ってきました。買ってきました。じゃあまだね、私からですね、こちらです。こちらは、メッセージハンカチというものであって、サイズもね、小さくて、とっても多分これはね、着やすいんじゃないかと思って買いました。買ってきたレシートはこちらですね。こちらです。330円、ね、330円、はい、でちゃんとシールもね、こうやって貼ってありますからね。これは間違いなく売れるんじゃないかと思います。はい、私も買ってきました。まあ後でのお楽しみということでね、こちらがレシートになってます。これ超自信ありますよ。これ買ってきましたよ。僕の渾身の商品です。ちゃんと買いました。買いましたよ。もう前回メーカー系でちょっと苦戦したので、今回は、ね、日常生活にも使えるタオルですね。はい、こちらね、500円以内ということで、はい、まあ220円の商品を買ったわけですけどね、日常的にね、タオルとかは使うと思うので、こちらをね、買いましたのでね、はい、頑張って売っていきたいと思います。いや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 、買ってきましたね。はいね、買ってきましたよ、無事に。買ってきたものをね、一回見せましょう。はい。おや、二人ともなんか箱系ですね。まあそうですね。まあ、はい、前回これは中身はね、開けてからのお楽しみということで。で、順番に紹介していきますか。そうですね。もうこの時点で分かりました。あなたの負けです。いや、分かんないですよ。負けです。これなんか、あの、僕あのチョコボールとかついてくるようなもんじゃない。おまけなんかハッピーセットかと思いました。確かに。ハッピーじゃない。あなたこれおもちゃですから、ちゃんとした。はい。全く。持ってますね。はい。じゃあね、一人ずつ商品の方ね、紹介していきたいと思います。はい、ということでね、早速皆さんがね、気になってるこちらの箱の中身をね、開封していきたいと思います。ふっふーん、はい、こちらはですね、
前回ホットサンドメーカーということでちょっとね送料がめちゃめちゃかかってしまったんですけど、まあこちらっすね。何これ。多分タオルのブランドで有名なエコルさんっていうところらしいんですけど、そのエコルさんの1セットですかね。はい、価格がこちら220円でね購入しました。やっぱ私生活でねタオルっていうのは使うと思うんで、これをね選びました。非常にいいんじゃないでしょうか。でこちら未使用となっております。カテゴリーがね日用品生活雑貨ということで、ね、タオルバス用品ということで、まあ、新品未使用ですね。はい、こちら上質なタオルでおなじみのエコルさんのタオルセットとなっております。中に入っているタオルは全部で2枚ですね。こちら価格なんですけど1400円で勝負します。ちょっとここはねホットサンドメーカーよりおそらく売れるんじゃないでしょうかね。で画像もこんな感じです。おしゃれな箱に入っているのでね、おしゃれな感じに撮ってみました。完了しますね。こちらをね早速売っていきたいと思います。はい、私が買ったのはこちらギフトのメッセージのね、ハンカチになります。中身ね、こうやって開けるとね、このように、ここにね、メッセージが書けるようになっております。新品ですよ。未使用品です。かわいいね、イラストが書いてあります。これをね、こうして、販売していきます。出品していく画面をね、お見せしたいと思います。文章はね、このように書いております。新品未商品ですと、プレゼント用にいかがでしょうかという。サイズもちょっと載せて、こうやってね、ギフト、ヘプン、ラビットっていう感じで。で、写真がこんな感じで、1枚目、2枚目、3枚目というふうにね、見る方が分かるようになっております。これで価格なんですけど、送料込みで850円で出品していきたいと思います。はい、出品が完了しました。続いてね、加藤さんの出番となります。ノーコンティニューでクリアしてやるぜ。今回私が買ったのはこちら。これね、分かる方には分かると思うんですよ。今から3つ前の仮面ライダーで使っていた変身アイテム、アシャットです、これは。実は非売品なんですよ。これね、非売品なんですよ、これ。2回言いました。結構こういう玩具系って、例えば、トイザラス限定商品とか、劇場版限定商品とかって言って数決まってるんですよ。で、子供じゃなくて、大きい大人たちがね、買い占めちゃったりとか、転売屋買ったりちゃったりして、なかなかね、手元残ったりしないんですよ。なんで、実はこれ結構ね、高く売れるんです。なので、これね、やっぱ来てんじゃないかなって思うんですよね。ターゲットは、やっぱり大きいお友達として子供に絞って買おうかなって思ってます。ちなみにこれ動作、確認済みなんで、ちゃんとね、専用の変身ベルトに刺せば、なります。光ります。これね、ちょっと本当はね、今ベルトをつけてね、実演したかったんですけど、ちょっと使うとこ見せたらあれかなと思ったんで、ちょっと今回はなしで、こちらになります。本当に備品でね、特にこう、塗装のハケとか、傷とかもなくね、このシールとかも全然剥がれてない状態、本当に備品なんで、これはね、ちょっと強気の2000円ぐらいでいってもいいんじゃないかな、なんて、僕は思います。で、写真もね、まあ、こんな風に撮りまして、説明文の方には、仮面ライダーのグッズですと、まあ、乾電池付き、まあ、中に電池がね導線が入っているので確認できます。まあ、備品動作確認済み、ね、非売品ビルドのガシェット、はい、目立った傷汚れなくてね、これもちっちゃくて送料もほとんどかからないと思うので、その辺のねマイナスも少ないんじゃないかなと思います。これはねいけますよ、これまさにベストマッチ。はい、ということでね、改めて再スタートしました、わらしべ長者企画ね、はい、もう勝ちは見えましたね。見えましたね。本当ですね、もう勝ちは見えてますね。見えてますね。もう誰が勝つか分かりましたね。はい、もうね、もうね、多分1週間後ぐらいにはね、もう僕のもう予想してる通りになってると思います。いや、本当本当。もうだって、結局ほら布じゃないですか、もうやっぱり。やっぱり布じゃないですか。布じゃない、僕は政治というね、どんなに文明が発達しても、人が亡くならないであろうという、温かいメッセージが残せるものをね、メッセージハンカチ、これはもう初ですよ。あー、なるほどね。あなたの布なんて。いや。いや、売れましたから、売れましたからね。ハッピーセットでしょ。そうですよ。そんなひどいこと言わないからさ、これマニアからしたらね、あ、マジかってきっと見てると思いますよ、きっと。マニアいます？見てるかもしんないですよ、もしかしたら。こんなこんなでね、もうわらしべなんですけども、まあ、結構ね、ルールがね、あるんですけど、なんかあんまり説明してなかったんですけど。はい、改めてまたね。はい。もともと仕入れたものの、上下 10%OK っていうルールが実はありまして、さっきレシートを見せたときに、あれ金額多くねとか少なくねっていう風に思ってる人もいると思いますけど、 10% 前後だったら OK なので、実際ね300いくらでしたっけ。330円ですね。ですよね。この辺のね 10% 前後は OK ってことなんで、まあ、そこ改めてね一応口頭でご説明しておきました。はいはい、動画のね1話2話ね参照していただければ分かると思うんですけど、こんな感じでルールが今7までありますんでね、他にもね細かいルールというかあるんですけども、ね、まあ、何かね問題になった時にまた改めて説明していこうかなと思います。そう、とりあえず軍資金がゼロにならなければわらしべは続けていけるんで、そうですね、バクマ、メルカリだけじゃなく量販店でね、はい、ハードオフで買ったのをセカンドストリートに行ったりとか、
そうですね、そういうのできますからね。個人売買じゃなくても単純にその他のリサイクルショップに持っていくとかも、もう全然 OK、はい、ただ証拠がちゃんと残るよ、ね、そう、レシートとかですね、その、ま、ラクマとかアメリカルだったら、ま、取引画面とか、そうですよね、ね、はい、はい、でちゃんとね、失敗するときもあれば成功するときもある、はい、これやっぱわらしべですからね。そうですね、ちゃんと売ってくださいよ、もう売る力を。もう多分売れてるんじゃないですかもうこの時点で売れてます。あ、次の動画ではね、はい、今度売れましたと、でまたねペースを少し上げないといけないかなと思って。そうですね、はい、おうわい OIG 特選隊、あ、めっちゃ膝痛い、これこの後10秒くらいこの後ろで、めっちゃ膝つらい超痛い